私は防塵マスクを持っていたので、そのマスクは水入会場に受け取ったマスクは使わずに自分が持ってきたマスクを使いましたが、大人が入ってみるとやはり大変高等生ではなかったのうち 4.5 から7.5 毎年出ると、そしてそのスクリーニング会場に誘導する係の人たちはなんとマスクもせずに手袋もせずに、若い方たちですが、多分あの東電が雇っている人たちだと思いますが、もう全く慣れっこになってしまって平気なんですね。で、私は気のせいかどうか分かりませんが、その大熊町のそこに現場にいる間、何かこう息苦しいような気がしていました。そしてとどまれるのは9時から4時までの間の5時間だけなんですが、大熊町の方たちは今各地に避難していますから、そこからそういうところから行きたくて帰るといっても9時までにそこにたどり着けなかったりするわけですね。で、5時間そこにとどまれるとても5時間もやれない、そんなような状況でした。それで私が安倍さんや原発を推進している方たちに言いたいです。特に安倍さん、トルコに行く暇があったら、インドに行く暇があったら、アラブの首長と話をする暇があったら、現地に来てください。現地に行ってそこで5時間でいいから過ごしてみてください。原発を推進している方たちにもぜひ現地に行ってほしいと思います。それがどんな状況でどんなひどいところになっているかよく見てきてほしいと思います。原発を輸出するより前に今起きていることをどうすれば収束できるのか、そのことをしっかりと考えてほしいと思います。参議院選挙、皆さん頑張りましょうね。Thank you.
入るわ。うん、あ、力回ってく。あ、ずっと、うん、じゃあまた。また。また。一番に。
切なことなのに。伝えたいことなのに。